こうした中、戸沢村ではボランティアが入り、復旧作業が始まりました。午前9時から始まった受付には、県内から15人のボランティアが集まり、特に被害の大きかった倉岡地区に向かいました。倉岡地区では最上川が氾濫し、地区一帯が水没しました。土砂も多く堆積し、住民たちが土砂の撤去や浸水の被害に遭った家具を運び出す作業に追われています。こうした中、ボランティアたちは地区の中心に位置する倉岡公民館で作業を始めました。わあ、なんかめっちゃ今。倉岡公民館は地区の子ども会のイベントなどに使われていて、地域住民の憩いの場になっていたということですが、その頃を想像するのが難しいほどの状況となっていました。1階は完全に水没し、2階へ続く階段は泥だらけになっています。ボランティアたちは地区の人たちの避難所として使えるように、泥のかき出しや家財道具の運び出しを行いました。なんか役に立てればなと思って来ました。思ってたよりすごい水、泥っていうか入ってて、本当にびっくりが一番です。少しでも力になればと、同じ戸沢村から助けに来た人も。自分の地区とはやっぱり倉岡地区は別世界で、もう泥が入っても入っても出てきちゃう感じなので、そこをもう少しでも早く片付けて、地域のみんなが過ごせる場所を作りたいなと思ってます。全然誰も経験したことのない水上がりです。大変ありがたいです。自分のうちの後片付けもあってし、みんなね、だから公民館片付けっぺって言っても、なかなかやっぱり人手も足りないし、でこうやってみんな力を上げてきていけるってのはすごくありがたいです。戸沢村のボランティア活動は来月4日まで行われるということです。このほか県内では酒田市で今日ボランティアの受け入れが始まりました。遊佐町では来月1日、酒川村では来月3日からボランティアを受け入れるということですが、受け入れ状況は変わるため、自治体のホームページなどを確認してください。